えた2000ブリ46号ソロは飛距離137メートルの看板直撃弾となったドジャース4レーガーディアンズ。日時間9日、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手は8日、日時間9日、4度コロチで行われたガーディアンズ戦で46号ソロを放つなどに連勝に貢献した。1955年のワールドシリーズ初制覇を祝う看板に直撃した特大弾に打たれた投手はがっくり、不平ってなってるじゃん、かわいそう。相手投手も打たれた瞬間にがっくりとリアクションにファンも注目した。1から0の5回1し、大谷は右腕バイビーの甘く入ったチェンジアップを完璧に捉えた。右翼ポール際への打球は審判によるとなったが、判定は変わらず。フェアゾーンに入れられたのでいいバッティングだったなと思います。と、自画自賛した2000ぶりの一発は、打球速度 116.7 マイル、約 187.8 キロ、飛距離450フィート、約 137.2 メートル、角度34度だった。最新の注意を払っていたはずだが、打たれた瞬間、バイビーは振り返りながら、体を歪めて、被弾を確信した様子。SNS 上では、ピッチャーも打たれた瞬間に確信する、大谷さんのホームラン、打たれた瞬間に、ピッチャーが、がっくしといった声があった。フルカウント編集部。